皆さんこんにちは、桜井真隼人です。ですね、7月の、いつだ7月7月29日にね、ゴミとゴミとアンディ・サワーのね試合が MMA で決まりましたね。でまあ思うことなんですけどね、まあもうちょっといいカードねえのかなって思ってみましたね、これね。なんでかっていうと、まあゴミももうずっと何連敗してんのこれ。結構負け続けてるじゃないですか今。負けてる続けてる上で負け続けてるアンディ・サワーって感じで、これはもうメイクドラマ、負けドラマと書いてメイクドラマですね、完全に。メイクドラマを作る、戦いになるということで、ただね、まあ今のはちょっとすみません、ギャグちょっと言ったんですけど、もう一回ね、ゴミ対川尻とかね、ゴミとアンディ・サワーってどうなのかなって、まあ逆を言えば、面白いっていうか、まあ、ゴミがタックルいかなければね、いい試合なんじゃないかなと。まあ、バチバチのね。だけど、タックルいくだろうな、安全圏取ってな。って思いました。まあ、打ち合えばね、いいけど、でもアンディさんもほら、そんな一発が強いタイプじゃなくて、結構コンパクトに畳むタイプじゃないですか。なんで、まあ、その一発の強さというより、パンチに怖さはないですよね、正直ね。ただ、うまいというだけで、だけど、総合でこのうまさが通じるかって言ったら、多分通じないんですよ。やっぱりね、こう、下手でもいいから、こう、剛腕のやつがね、やっぱ、強いと思うんですよね。だから、まあ、BJ ペンとかね、すごい昔ね、今の BJ ペンじゃなくて、ちょっと前の BJ ペンは、すごくなんて、グランドのパンチがすごかったですよね。だから、ああいう、まあ、大工もちろんうまかったけどね、ジャブ、すごい重いじゃないですか。ジャブで結構ね、相手のこと晴らしたりだとか、すごい。まあ、アンディサはそういうタイプじゃないんで、怖さがないですよね。これで、ゴミとやっても、きっとまあ、テイクダウンされて、まあ、畳まれて腕十字とかで終わるんじゃねえかなみたいな感じがしますね。アンディサワーだって最近勝ってないでしょ。誰に勝ったの？アンディサワーって。だってウィッキーにも負けたでしょ。でマサロ・グランダーっていう選手に腕式十字型の3ラウンドで勝ったみたいですね。ワールドファイティング、レジ、なんだこれ。MMA で4月、2017年5月27日。もうだいぶ前ですね。まあ今、ほぼ勝ってない。まあジェーンオツ、ね、長島ジェーンオツと、まあ勝って、まあそれはスタンドのパンチの連打で勝ってると。これも何 ?MMA ルールでやったんだ。いやー、これやっぱりね、ダロン・クロック・クランシャック、ダロン・クラック・シャックね。北岡とかでやったあれね。あれにも勝ってる。あれにも負けてる。で、宮田和幸ね。宮田和幸が1ラウンドで負け、みんな1ラウンド。グロン・クラン・シャックにも1ラウンドで負けてる。宮田和樹にも1ラウンドで負けてる。その後、グランダー3ラウンドで腕式十字固めで、まあ、勝ってますね。
で、西浦ウィッキーで2ラウンド。あ、まあ判定ですね。ああ、これはな。でもこれ、西浦ウィッキーともね、結構打ち合ったと思うんですけれども、これはもう完全ゴミの勝ちでしょ、これは。でもゴミもね、最近負け越してるからね。もう相撲で言えばもうカード番を超えちゃってますよね。まあ相撲で言えばですよ。なんで、まあ、マハ祭りの時はね、いい試合で私やりましたけどね。いいね。あの時は強いなと思ったけど。まあでもやっぱりね。今1、2、3、4、5、6、6連敗中か、ゴミも。ねえ。ディエゴ・サンチェス。ディエゴ・サンチェスあたりが負けてんだな。今、ディエゴ・チャンス、ディエゴ・サンチェスは何やってんだろうな。しばらくね、UAC にずっと戦っていて、2010年から、UAC で戦ってて、2017年に、まあ7年間やってますね、大体ね。で、まあちょっとね、リリースされたということで、まあ7年間やったら大したもんだな。そっか。まあでもほとんど、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 10敗してるんだな。 1,2,3,4 4勝10敗か。ちょっとやっぱ調子悪いですね。まあでもこれは 1,2,3,4,5,6 連敗中の今ね、ゴミが6連敗してますけれども、まあこの6連敗を打破する相手だとは思いますね。まあこれは完全ゴミが勝つというふうに私は思ってます。そうだね。まあおそらくパンチいって打ち合いだったらばまだね、アンディサーノが強いですね。だけどもまあ打ち合いに絶対行かないと思うんで、まあ打ち合いに行くふりはするだろうけどね、打ち合いに行くふりはして、まあ、潜ってテイクダウンと。で、アンディ・サワーは何、キックボクシングなんでもうやめちゃったんだろうな。キックいい選手じゃないですか。ね、キックやればいいのにって思うけどね。ね。思うけど。なんで総合に来ちゃったんだろう。ね。まあ、総合にね、チャレンジしてもらうの大いにね、嬉しい。ね、我々総合格闘家としては嬉しいことですけどね。キックの人、ね、人からね。その逆は結構あるんですよね。これ打撃からね、まあ、ゴーナー・キルもそうだけど、ね、MMA からね、総合格闘家に、MMA からね、キックボクサーに行く人はいるんだけれどもね。まあ、これは完全にゴミが勝つということで、皆さんどう思うでしょうか。ね。それでは皆さんまたよろしくお願いします。それじゃあね。